段リズム感いってみたいと思います。まずは第1問、長文読解。コラムさん、去年と比べて優しくなりましたね。で、回答時間は約20分。ですから理想的な正答数10問中9問は取れるんじゃないか。去年は10問中8問取れれば OK でしたが、まあ、今年はまあ1問プラス、まあ、ひょっとしてここ満点の方もいらっしゃると思いますよ。ただ8問ぐらい取れてればまあギリギリセーフ、そんな目安ですかね。サムさん、各設問でございますが、まずは問いの1番、まあ、内容1問第4問。これもですね、だいたい2段落ぐらい読んで1問解いて、でまたさらに2段落ぐらい読んで1問解いてと、まあ、そんな感じで丁寧にやっていけば大丈夫かと思います。で、皆さん、問いの2番ですね。まあ、毎年3番どうしましょうって感じで悩まされる方いらっしゃるかと思います。ただまあ、今年はやりやすいんじゃないかなという感じがしますね。まあ、判断しかねるもの3番ということですが、これはもう全然いけると思います。まあ、ここは昨年と比べると、まあ、判断しやすくなったんじゃないかなと、そんな感じですね。で、問いの3番、まあ、内容1問題でございますが、これもさ、どの段落にも共通している内容、それを考えると、まあ、答え2番だろうと、おそらく自信を持って選べるかと思います。さあ、続いて第2問目の長文読解。この皆さん、昨年と比べると、まあ、解きやすいんじゃないか。で、20分あれば大丈夫。で、理想的には13問中11問。まあ、これは去年であれば13問中10問だったので、優しくなったなと。ただまあ、多少ケアレスミスもあったとしてですね。まあ、13問中10問取れてれば、まあまあ、OK と。で、内容的にはまあ、今時の話でございますので、読みやすかったんじゃないかと。そんな感じがいたします。すいません、ちょっと悩ましかった問題あるんじゃないかなというところで、皆さん、第1段落の後、第2段落ですね。まあ、クーラー A でございます。まあ、左がコントリビューティング。で、空手のミアチュー。まあ、皆さん、これ、コントリビュート自動詞でございますので、後ろ名詞は直接置けませんからね。ですから、まずその段階で選択肢の3番と4番を×。あと、皆さん、1番と2番ですが、皆さん、これ、空手の左側ですね。not。まあ、この否定語があるので、落ち着いて、皆さん、further 入れるのか、less 入れるのか、肯定にするのか、否定にするのか。まあ、ちょっと勘違いして、2番選んでしまった方いらっしゃるかもしれませんが、正解1番ですからね。ですから、まあ、これだったら、まあ、ミスっても、まあ、ちょっとしゃあないな、という感じでございます。で、空手補充問題でちょっと悩むのは、この1問だけ。で、続いて、下線部説明の問題ですね。で、下線部説明でちょっと悩ましい。まあ、ちょっと間違えるかもしれないのが、下線部、They are more talk than action。まずこれ、行動よりも talk。まあ、喋りですね。そっちの方に、まず more、肯定されております。まあ、いわゆる口だけ達者ですよね。まあ、いろいろものを言うんですけど、まあ、なかなか行動に移さない。で、もちろん正解2番なんですが、ちょっと勘違いをして、まあ、4番とか選んでしまったりする。そういう方もいらっしゃったんじゃないかなと。で、あと、まずもう一つ勘違いしそうなのが、下線部 A ですね。まあ、ディスがあるので直前の内容でいいんですが、多分選択肢の2番とか3番はまあ一瞬で×。で、思わず4番飛びついちゃった方いらっしゃるかと思います。まあ、being passionate。まあ、皆さんこれ下線部の手前の文章ですね。読んでいくと。まあ、段落上から2行の真ん中に passionate があるので、まあ、ちょっとそれにつられて4番かな。ですが、選択肢4番、皆さんこれ文末の company's mission ですね。まあ、その話は書いていないので4番×。もちろん正解は1番。ですが、下線部説明の中でまあ間違えてもいいのはこのうと A ぐらいですかね。さあ、続いて第3問目、会話ですね。今回1番の方がややなん。で、2番の方がその分優しい。で、2つ合わせて10分ですね。で、ややなんの方はまあ4問中、まあ、1問ミスってもしゃあない。で、優しい方はまあ満点取りたいですね。で、皆さんこれぐらい取れてば合格圏内という感じですね。で、この2問合わせるとまあ昨年とほぼ同じレベル。そんな風に捉えていただけると OK です。昨年もここは3問と4問ですからね。さあ、皆さん会話の1問目でございますが、どこをミスるかというとやっぱりうーですよね。まあ、そのうーの直前の文章を読んでみると、まあ弟がまあお手伝いをするわけですが、まあ、皿洗いするとなんかもう壊しちゃうんですね。お皿割っちゃいますと。で、そのうの下の文章ですね。I've never heard that expression. この皆さん、that expression。これはまあヒントになるんですが、まあ、ちょっと勘違いしてしまうとですね。まあミスの選択肢を選んでしまうと。でもちろん正解は5なんですが、ちょっと3にですね、釣られてしまった方いらっしゃるかと思います。特に、was that the last straw? で、皆さん、文末は the last straw。あー、これが that expression につながると思ってしまった方。そうすると皆さん、was that の that とが指してもなくなりますからね。なので、そういう点から皆さん選択肢の3番は×で、正解は5番ですね。Did he have butterfingers? そうです。このbutterfingersわからないから、その下の表現でですね。That expression というふうに繋がっていくと。そんな感じの判断でよろしいかと思います。で、皆さん、もう一つの会話は、特にまあ、これも特筆すべきところは全くなしと。まあ、至って標準、まあ、優しいという感じですね。さあ、続いて文法問題。これは昨年とほぼ同じ。まあ、8問あるんですが、5分でさばいていけるかと思います。で、理想は8問中8問。で、1問ミスぐらいで収まれば同じですね。さあ、皆さん、トネ A からいきますが、まあ、これも不可疑問。まあ、4番が正解。で、トネ B は皆さん、時や条件を示す副詞の中では未来のことも現在で示す。3番が正解。で、トネ C は皆さん、連鎖関係詞ですね。まあ、1番、ザットが正解でいいんですが、空手の右側、I sort。これをもう一旦飛ばして考えると。で、皆さん、間違えるとすれば問いの D かな。もちろん正解は1番、report でいいんですが、皆さん、この to 不定詞の to が省略されてるんですね。これ皆さん、出だし、all she did。これはご存知かと思いますが、all he to have to do ですね。うんたらかんたしさえすればよいという熟語を皆さんご存知の方多いかと思います。あれと同じパターンですからね。
ですから B 動詞 was の右側 to 不定詞の to が省略されても OK と。で、皆さん、当の E でございますが、これはもう空詞の右側 than おりますので、空詞のところは比較形を入れると。あと皆さん、これ空詞の左は drives ということでございますので、さすがに数えられませんからね。では3番のレスが正解。で、問いの F。で、これ空詞の右は SV ございますので、接続詞を入れないといけないんですね。で、その働きをしてくれるのが選択肢の3番。provided that。まあ、that が省略されているだけでございます。で、皆さん、問いの G はこれ空詞の左は imagine。まあ、imagine の後ろ ing ですよね。で、皆さんご存知かと思いますが、finish の後ろ ing とか、まあ、enjoy の後ろ ing。あれと同じパターンでございます。3番 driving が正解。で、問いの H ですが、これ空詞の右は happens。まあ、主語ないんですね。で、主語ない、つまり不完全でございますので、関係代名詞を入れよう。ですから、一発で2番の what が正解と。さあ、最後は語彙問題ですね。これは1番の方がええなん。で、2番目の方が標準。で、2台で10分。で、皆さん、1番目、ややなの方は、まあ、5問中、2問は間違えるかな。で、2番は5問中4問。で、合格圏内はこんな感じですね。さあ、皆さん、どこが難しいのかということでございます。まずは1番の A ですね。これまず、空襲の左が earn という表現ございますので、3番 wage。で、トレビーは皆さん、これ空襲の左が heavy lifting。そして空襲の右の I can't even stand up。ここから皆さん、選択肢の1番の backache。で、トレ C は皆さん、これ空襲の右の feet ですね。で、そこから3番の sandals。で、厄介のな問いの D ですね。なんじゃこれって感じですね。まあ、正解2番でいいんですが、scramble。まあ、急いでうにゃうにゃする。まあ、これはもうミスってもしゃあないと。で、問いの E もこれまたなんじゃこれですよね。もう、えいやって感じでもう選ぶしかないと。で、正解は1番。hyperbole。まあ、誇張という意味でございます。ただまあ、2つくらいもう見せてもしゃあないという感じですね。で、逆に2番の方は、まあまあいけるんじゃないか。A の elected であれば選択肢4番、voted。で、B の haven ですが、あ、これはまあ3番の shelter ですね。で、トゥーの C は hardship。これが2番の burden。で、トゥーの D、sparve。これは1番ですね。exquisite。そして皆さん最後トゥーの E でございます。humiliate。まあ、これは2番の shameful ですね。これはまあ可能であれば全部当てたいですね。まあ、このあたりは感覚とかどうしてですかね。そのあたりも通ってきそうと。ということで、ちょっと皆さん総括いたしますね。まあ、大問1番、大問2番の長文は、まあまあやりやすい分、後半でちょっと調整してるんでしょうね。まあ、ちょいちょい難しい5を投げてくると。ただまあ、制限時間80分に対して65分。そんなに急ぐ必要性はないですからね。で、理想は49問中42問。まあ、86% でございます。まあ、これぐらい取れる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと、そんな感じがいたしました。ひょっとしたら9割乗ってる方もいらっしゃると思いますよ。ただ、49問中35問。まあ、71% ですね。まあ、これぐらいは欲しいですね。まあ、欲を出したら、まあ、75%。まあ、皆さんどれぐらい当たったでしょうか。では、皆さん、まもなく終了でございますが、この後ご質問、ご相談等々ありましたらですね、コメント欄を活用なさっていただけるとよろしいかと思います。そして、来年、立命館受けようと思っている高校2年生、何を意識すればいいですかと言われたら、まあ、立命館確実に受かるために、やっぱり同社レベルですね。ひとまず同社の単語レベル、そこに合わせて練習するんですね。もしくは知識を確実に抑えていく。その姿勢が立命館の合格につながりますからね。単語熟語の暗記から逃げない。そういったところを意識して頑張ってくださいね。そして、何よりも今年受験された方、切符を待ってまーす。